社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。さあ、2020年の須田どうしましょう、どうしましょうね。始まりましたけれども、やっとね僕も始まったなって感じがしてきてるんです。なんか目標を立てておきますかね、せっかくならね一発目ですしね。まあ、仕事系はその今年結構そのまあ映画のね撮影とかはよくあったりするんですけど、これがえらいもんで難しいのが俳優って、映画っていうのは今年撮っても来年とか再来年公開なんで、多分あんまり働いてる感がない1年そう働いてるんやけどね、やってるんやけど仕事撮影してんねんけど、してる感がない、皆さん的には多分あんまりしてる感がない1年になると思います難しいとこでね、そうなんですよね。とはいえ、まあ、裏ではいろいろやったりはするんですけど、多分そんな一年にもなりそうで。まあ、去年がね、割とこう、ド派手に、もう、主演ドラマ、主演舞台、ライブツアー、紅白みたいなのやったから、まあ、とはまた違う、そういう、なんか、暗躍っていうのは、なんか分からんけど、裏でいろいろこうやっていくような感じかな。だからその、なんかその、露出的なものが減るからな。その分、どうしよう、なんか、SNS とか、頑張るか。ツイッターとか、うわちょっとめんどくさいな、でもそうな、難しいからな、ツイッターとかやっぱ頑張るって言ってもな、だってその変にプライベートなこと書きすぎてもまたニャンニャン言われるでしょ。そうな、それはそれでやしな、どうしようそのツイッター自体がその割と仕事メインなんですよ。仕事上でのその報告だったり意気込みだったりっていうのをこうメインでやってるから、ああそのだからね、今更そのなんかお腹減ったとか今日これ食べたとかあんま乗っけれる空気じゃないんですよ、もううちのツイッターはつぶやかれないんですよ。なんかその割と渋い感じでやってるからちょっとその割とこう固めのね、そのそういうやつでやってるから、なんかな、その気軽なそういうのができなくなってるからな。皆さん知らないかもしれないですけど、僕去年ね Weibo 始めたんですよ。 Weibo っていうのはその中国版の Twitter っていうんですか、 SNS 向こうで一番こう使う SNS の Weibo で、まあ、知らない方もやってない方も多いかもしれないからわかんないかもしれないですけど、まあ結構中国のファンの方とかから結構いろんな本当問い合わせとかをもらったりして、でまあやるかっていうこともあって去年やって、でちゃんと翻訳してもらって、中国語でこっちで文章を書いてそれを変えてもらって中国語で向こうでウェイボーを去年始めたんですけど、いかんせん、いつぐらい始めました、半年ぐらい前、 3,4 ヶ月ぐらい前かな、半年ぐらい前、あ、4月ぐらいから始めたっけ、5月あ、7月7月ぐらいから始めて、まあもう結構経つんですけど、投稿したのが、ウェイブ始めました、よろしくお願いしますっていうやつと、ハッピーニューイヤーの2回そうなんですよ、自己発信はね、他にそのリツイートとかその日本のツイッターみたいなこうね、引用してみたいなのはあったりするけど、いわゆるそのウェイボー上のつぶやきっていうのはその2回だけなんで、そっちやろうかな、そっちをこう、あ、どうすか、そのだってね、今んとこその解説しましたっていうのでハッピーニューイヤーっていうのはある種すごくプライベート的なね発言でもあるし、だからツイッターの方は仕事メイン、ウェイボーの方はプライベートねえ、でそれで別に何かプライベートなことをすべてやん言われても中国語やから分からへんし全然食らわないあ、どうすか、そんなんも、何かもう今すぐうちの渋いツイッターでやっぱ腹減ったとかこんなん食べたとか見てこのイクラ丼とかできへんから、でウェイブやったらなんかできる気がする、お腹すいたとか眠いとかウェイブやったらなんかそういうプライベートなもありかなっていう、なんかなんやろな、その
そのやっぱそういう時代やとも思う。今こそやっぱ市場としてもやっぱ中国っていうね、いろいろ映画とかもでかいし、やっぱ今こそ中国版ツイッターウェイボーよ。やっぱ先を行ってるから菅田将暉っていうのは、やっぱそういうことちゃう。なんかいいじゃないですか。なんかいや俺もねあるんですよ、ちょっとその憧れるのが、その何インスタとかいろいろさ、あの芸能人のちょっとこのプライベートを見せれてるあの感じが憧れるんやけど、いかんせんもうこれでやってきてしまったから、渋いツイッターでちょっとできへん。だからあのヤマピーのインスタみたいなのがやりたい。ああいうかっこいいやん、こう英語とかでね、全部英語やんか。で、あの今日はあの友人と会ったよっつって写真ウィル・スミスみたいな。ああいうのいいよね、ほんと。だそれを俺は中国版のツイッターウェイボでやろうかな。うん、ちょっとそんなんやったらええんちゃう、どうすか、ね、それやったらこうある種の、だってもうあの一桁違うからね、見てる数もほんと下手したらそれぐらいでかいからさ、そんなんやったらこうやっぱもう今こそやっぱ中国版ツイッターウェイボよ。中国版ツイッターウェイボです。はい。で、プライベート系では、あの、全然これほんと大したあれじゃないんですけど、500円貯金を始めまして。あの、別に、なんか、ふと正月ね、なんか、あの、どれぐらいやったかな、なんか、しばらく一週間ぐらい経って休みの間。で、パッて財布見たら、500円玉が、ほんと10枚ぐらい溜まってて。なんかわからんけど。うわ、なんか、500円玉って嬉しいやん。なんか。ちょっとあの、大きめの効果って目立つし。で、パーって見てたら、その、10枚のうち1個だけあの、旧500円玉っていうのかな。あの、ちょっとシルバーのやつ。で、あの、500って側面に書いてあるやつやったから、うわ、なんかこれ、取っときたいみたいな気持ちにもなって、で、あの、うちに1個だけ、ちっちゃい貯金箱あったらそこにとりあえず入れて、ちょっと500円玉貯金を始めました。で、これが、この1年後の年末にいくら溜まってるのかっていう、あの個人的な一個の些細な楽しみで、ええ、だあえてのその、ああそうか、じゃあってことはあえてのこういうのもどうやろ、あえての中国版500円貯金ええってこと、いやだからどうせやったら全部そのえ、中国版500円貯金、意味わからん？あれ、俺ちょっと変なことになってる？その、元。え、500円って何元？全然わからへんな。わからん。元。いや、ちょっと今なし。ちょっとややこしくなってきたな。全部中国でまとめようとするのは失敗。かな、あれ俺失敗したかな、どうしよう。でもその500円貯金はいいなぁと思いつつ、その元って何円って聞いたらいいのか。あ、そうか、今こそ中国版ついたウェイボーを使うときか。中国版ウェイボーで俺つぶやけばいいのか。中国版ウェイボーそっか、中国版ウェイボーウェイボーか。中国版ついたウェイボーでつぶやけばいいのか。日本の500円って中国、あの、何元って。あ、それをつぶやこう。じゃ、それは後でちょっとつぶやいてもらいます。お願いします。で、あとは、目標は、今決めたでしょ？だから、仕事系は、あの、中国版ついたウェイボー。プライベートは、あの、中国版ついたウェイボー。はあ、ひどいなあ。そして、ラジオは現状維持です。現状維持。もうまんま、これを目標にやっていきたいなと思います。もう丸3年も経ちますからね。よろしくお願いします。同じ内容のメールは一通で大丈夫です。ツイッターのハッシュタグは、シャープ菅田将暉ANN ガシガシつぶやいてください。中国版ツイッターウェイボー。ウェイボーでもつぶやいてくれてんのかな？ウェイボーって、ラジコ聞けんのかな？中国で。どうなんやろ？ちょっと聞けるようにしてほしいなぁ。ガシガシつぶやいてください。ということで深夜3時までの2時間最後までお付き合いください。
津田まさきです。よろしくお願いします。ラジオネーム、土佐犬人間。須田さん、はい。ツイッターで気軽なツイートができないのであれば、裏垢を作ってみてはどうでしょう。ちなみにアカウント名は僕が使おうと思っていた、おちんぽギンギン丸を使ってもいいですよ。いや、全然裏垢ってそれでもおちんぽギンギン丸でもええんやけど。裏垢で意味がないのよなぁ、その、だから、もともとその、趣旨がずれてるっていうか、その、なんかその、露出が減るからこそ、なんか SNS でのそういうのもやってこかってことやから、ねえ、確かに気軽なツイートはおちんぽギンギン丸ではできるよ。でも、おちんぽギンギン丸は表にできないから。裏垢やからなぁ。まあ、確かになぁ。いや、だからやっぱ中国版ツイッターウェイボーなのよ。うん。だから、やっぱ俺、中国版ツイッターウェイボーが一番ええかなって思ってる。で、それはじゃちゃんとしてるやん。使い分けとしてもね、いいし。仕事のことはツイッター。プライベートなことは中国版ツイッターウェイボー。それでええやん。うん。っていうの、新たな試みとしてね、ちょっとやってみようかなっていう。うん、使いこなせるかな。菅田将暉のオールナイトニッポン、そろそろお別れのお時間です。さあ、2020年最初の放送でした。どんな年になりそうですかね。どうですかね。まあでもやっぱり今日ずっと喋ってましたけれども、やっぱり、中国版ツイッターウェイボーを筆頭にやっぱその莫大な中国資本をやっぱ取り入れていく、うん、なんかねいいじゃないですか、こうワールドワイドにね少しずつこう世界にもなんか豪華絢爛な潤沢な資産中国資本を取り入れてってね、なんかそういうちょっと華々しい一年にしていきたいなと思います。ウェイボーの皆さんもねよろしくお願いします。ラジオネームにも、いや500円何元なんだよ。いやそれな、いやお前それな、にもそれな、500円、日本円の500円は何元なんだよ。手こずってんだよずっと裏は。こっちはね裏でずっと手こずってんの。それはごめんな、俺も本番中内に行けるかなってちょっと行きたかったんやけど、そのいろいろあんのよ、その日本語を訳してもらったりとか向こうの人にねお願いしたりとかあるから、ちょっとレスポンスがごめん無理やったわ。来週、それはもう来週、何件か今わかりません。こんなんも来てますね。ラジオネームさすまた、須田さん、はい、この一週間、須田さんのオールナイトニッポンを本当に待ちわびていました。おー、ありがとうございます。君は新元リスナーではなさそうですね。先週、500円は中国では何元になるのかを、そうですね。中国版ツイッターウェイボーで質問することになり、なりましたね。須田さんが海外の SNS を動かす上で突破しなきゃいけない関門をくぐり抜けてるうちに、生放送が終わり。いや、そうなんよ。500円が何元なのか分かることのないまま一週間が経ちました。さあ、須田さん、500円は何元だったんですか。早く教えてください。早く何元なのかくれよ。なあ、早く、俺も待ちきれねえよっていうことで。そうや、そうですね。先週その、今年の一発目の放送やんね。で、その、どうしようかみたいなのもあって、で、まあ、今年は、その、割とその、映画とか、その、裏でね、いろいろ仕事して、あんまこう、オンエアのものが表立ってないから、ちょっと、SNS とかで頑張るかって言って、でも、とはいえ、ツイッターはうちも渋いやり方で定着してもたから、ねえ、何気ないツイートできへんな、つぶやきできへんな、つって、あ、じゃあ俺そうや、中国版ツイッターウェイボーを始めたから、中国版ツイッターウェイボーなら、なんかもっと些細なこう、ことも聞けるし言えるかな、って逆に。なんか、ツイッターやと今更、ちょっとできへんことも中国版ツイッターウェイボーやとできるから、じゃあ中国版ツイッターウェイボーでやろうって、やっぱ中国資本を味方につけようっていう。もと、先週ね、その、オンエア内で、つぶやいたんですよね。で、結果その、あ、そうや。で、それと、あとその俺が、あれや、500円貯金を始めたっていう。
ことがあって、いろいろあってね、500円貯金始めたから、で、500円って何元なんやろうみたいなことになって、じゃあそれ、今こそ、ツイッター、じゃない、中国版ツイッター、ウェイボーで、聞こうみたいなことで、ウェイボーで、その、日本円で500円は何元なんですかってのを聞いたんですよ。で、500日元在中国ゼタ小ゼニドロクエスチョンみたいな。ちょっと全然中国分からへんけど、こういう文章をね、翻訳してもらって、でやって、でね、ちゃんとね、何円かね、分かりましたよ。すごいんやで、だって、5万いいねとか。こんな些細な質問に5万いいねとかついてて、で、もう5000件ぐらいこう、リプライっていうのもらってて、で、500円は、30元ぐらいですと。うん。で、タピオカミルクティー2つ分ですよって。来ました。だからその、これは何？中国版タピオカ？中国版タピオカミルクティーが2杯。ってことか。で、日本やと500円でタピオカミルクティー多分1杯いけるかいけんかぐらいでしょ？だから中国版タピオカミルクティーで2杯って、中国版ツイッターウェイボで教えてくれましたね。30元ぐらいですって。だから。ねえ。すごい、こんなみんなちゃんと、だっていろいろ見てるとさ、もうその、すごいよ。ちゃんと写真とか、なんか絵とかで、教えてくれてたり、もっと細かく 31.35 元です、みたいな、とこととか、日本語で返してくれてる人もいるから、日本語勉強したのか、翻訳なのか、わからんけど、でやってくれてんだろうね。いや、ありがたい。聞いてみるもんですね。だから中国版500円は30元。いやんな？ん？そういうことやんな？中国、ん？そういうことになるね。中国版の500円は30元。で、30元は中国版中国版ミルクタピオカミルクって2杯分。ってことやんね。だから、中国版タピオカミルクティーは、500円やと、4杯飲めるってこと？え？違う、おかしいおかしい。あれ変なことになってる。あれ違う、どういうこと？500円で2杯やんな。2杯飲めねえな。だから、日本でタピオカミルクティー2杯飲める分、やと60元になるってことね。その計算や。むずい。30元。だ向こうは、中国版タピオカミルクティー一杯が15元っていう。ことが分かりましたね。ああ、なるほど。よかった。なんか些細ないいですね、こういうのね。なんかだからその、なんか皆さんも聞きたいことあったらこうやって聞いていきましょうよ。些細なことでもね。うん、俺もつぶやく聞きたいし。うん、でもそっか。俺でもウェイボーの人たちは俺が500円貯金したとかも知らんわけでしょ？それがちょっと申し訳ないね。この、流れも含んで楽しんでもらえたらな、いいんやけど。まあ、というわけで、わかりました。ありがとうございました。いや、すごいなぁ。だって、僕、ウェイボでのつぶやきはこれで3つ目やから。半年ぐらい初めて。7月ぐらいに去年解説したんかな？だから、全然、やっとこう話せるように。今まで解説しましたと、ハッピーニューイヤーと、500円は何元っていう。だけやから。いや、だいぶ進歩ですよ。ラジオネーム、スカーレット・ジュン。須田さん、はい。中国版タピオカミルクティーで、中国版シュークリームは買えますか？わぁ、どうなんやろなぁ。もし、中国版シュークリームが買えたら、中国版タクシーに乗って、中国版銀座に行き、中国版キューベーで、中国版寿司を食べることもできますか？どうやろうなぁ。ちょっと待って。まずもう一個一個やなぁ。中国版タピオカミルクティーで中国版シュークリームは買われへんやろ、多分。それはもうブツブツ交換。ブツブツ交換は無理なんちゃうかなぁ。だから結果もその買えたらっ
ていう後のがもう全部無理になると思うな。うーん。中国版シュークリームなんてあんのかな。でも結構その何タピオカとかも向こうからのあれでしょ。ねえ、いろいろなんかスイーツ系はあるんやろうけど。でそれももしかして聞いてみるとええかもな。いやでもそれ聞いた俺がアホやと思われるからな。中国版ツイッターウェイボで、あの皆さん教えてくださいシリーズですよね。中国版タピオカミルクティーで中国版シュークリームは買えますか。多分あの翻訳でミスったんかなって思われるだけよね。それく何言ってんのみたいな。須田まさきです。今日のこの時間は須田まさきのオールナイトニッポンをお送りしています。リアクションいただいてます。ラジオネームリオネルタッチ。中国版ツイッターウェイボにミクシー版ウェイボはカンボジア版フェイスブックですかと。はい。ミクシー版中国版ツイッターウェイボにミクシー版ウェイボはカンボジア版フェイスブックですかと質問しないんですか。なあ気持ち悪いな。気持ち悪いな。なんやその言い方。こいつ気持ち悪い。なんやそれ。質問しましょうよとかどうですかなら質問しないんですかってこの否定疑問のやつ、なんか気持ち悪い言い方。中国版ツイッターウェイボにミクシー版ウェイボーはカンボジア版フェイスブックですかと質問しないんですか。なんかこう普通するやんみたいな、なんかね、お前なんでしてへんの、みんなしてるでみたいな言い方しないんですかって、せえへんやろ。いや、なんかその、中国版、まずそのミクシー版ウェイボー、なんかその版のとこは国でやってたし、せめて。まあそっか、中国版ツイッター、だ中国版ミクシーのなんとかやったらわかるよ、まだ。うん。ミクシー版ウェイボー。これもこれね、多分言葉で聞いてもこの不思議わからん。書いてみ？お前一回。書いてみるとわかるわ、より。いや、だからその、いや、質問するのはええんやけど、その、何気ないことをね。俺は何気ないことをつぶやくんやったらいいと思うけど、これはもう意味がわからないことやから、須田くんはどうしちゃったのって。何を、ふざけてるのって。なっちゃうからな。だからわけわかんないことは聞きたくないのよ。だって、その500円は何元ですかはまださ。まだ、まあ、調べたらわかるやんって言えばそれまでやで。でもそういうことじゃないやん。それは触れ合いとしてええけど、まだ日本、成立してるから。人として。これは、中国版ツイッターウェイボーにミクシー版ウェイボーはカンボジア版フェイスブックですかは、カンボジア版フェイスブックまあ、カンボジア版フェイスブックはまあなんかわかるわ。なんかありそう。なんか確かにな。まだわかるよ。ミクシーバーウェイボー。そもそもウェイボーが中国版ツイッターやのに、だからミクシー版中国版ツイッターウェイボーってことでしょ？ミクシー版中国版ツイッターってことでしょ？多分そういうことやんな。ややこしいけど。もうなんか、まあ、招待制でしょうね。多分。ミクシー版やから。ミクシー、あ、そうか。同じ、だ、ミクシー版の、じゃね、間違えた。ツイッター版のウェイボーと、ツイッター版のウェイボーって何や。だからその、まあ、めんどくさいな。中国版ツイッターがウェイボーでしょ。だから、その、ウェイボーはいわゆるツイッターがベースなわけですよね。で、それとは別のミクシー版、その、招待したりとか、その、ミクシーの要素ですよね。がある方の。だからその、無理があるわ。カンボジア版フェイスブックとか絶対あるもんな。なんかそういうのは。なんかな。なんかつぶやけたらいいけどな。なんかそういう新しいコミュニケーションだと思いますよ。ラジオネームリオネルタッチ。闇ウェイボー、地下ウェイボー、猫ウェイボー。この世には神羅万象のウェイボーがあり、人はそれをウェイボーと呼ぶ。どういうことやねん。
ど、神羅万象のウェイボーがあり、人はそれをウェイボーと呼ぶ。そりゃそうやろ。ウェイボーやねんから。ウェイボーを吸収すれば日常の生活が潤い、そのウェイボードによってオーラを判別する、通称ウェイボー。かっこ、ウェイボー。待って、俺お前怖い。俺ちょっとお前怖いな。新しい。通称ウェイボー、かっこ中国版ツイッターとかでわかるけど、通称ウェイボー、かっこウェイボー。待って、これめっちゃ怖くないですか？ちょっと待って、俺ちょっと、うわ、読まれへんな、ちょっと。通称ウェイボー、カッコウェイボーと呼ばれるものがある。さあ、始めようじゃないか、最高のウェイボー。いやいや、始められないですよ。ちょっと怖いなぁ、お前、気づいてるか、お前の、なんやろ、その発想力のヤバさによって、せっかくのメールが死んでるというか。ちょっと怖いって。通称ウェイボー、カッコウェイボー。ちょっとなんかウェイボーが怖くなってきたなぁ、一気に。いろんなウェイボーがあんねんや。あ、そう。じゃあ、俺の知ってるウェイボーはまだ一部のウェイボーってことですか？中国版以外もいっぱいあるってことなんですね。はあ続いてラジオネーム、あるある津田さん、はい、この質問をするのはちょっと気が引けるかもしれません。無理なら無理で構いません。お、なんでしょう、ちょっとまあまあものによるかもしれないですけど、何ですか。ですがもし可能ね、ならばウェイボーで中国人の皆さんのおすすめ中華料理を教えてください。という質問をしてください。ほう。ほう。中国人の皆さんのおすすめ中国料理を教えてくださいって。おー、ええよ。全然ええよ。むしろ多分、これ一発目かも。うん、これが最初やったかもな。 おすすめの中国料理教えてくださいみたいな。それ知りたいし、普通に。だって、あの、いわゆる中華料理ってその、何？その、なんとか章ごとにね、なんか辛さが、なんか痺れる系やったりみたいなあるでしょ？だから、なんかいつか行くときに、ようにね。いや、それは、全然ええよ。全然いいよ、それは。聞くか？おすすめの中国料理教えてください。聞くか？ええんか？来週大丈夫か？全然ええけどもやな。まあ、一回保留するか。そんな無理なお願いじゃないですよ。うん。菅田将暉です。この時間は菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。リアクションいただいてます。ラジオネーム、奥狭。ウェイボーガチ勢です。ついにガチ勢から来ましたよ。ウェイボーガチ勢です。須田さんは先ほどからウェイボーとおっしゃってますが、正しくはウェイボーです。しっかり伸ばしてください。そうなんですね。ウェイボーなんですね。そして須田さんはウェイボーの意味を知っていますか？知らないです。ウェイボーの意味。え、知らないです。あ、それは、あ、さすがガチ勢はやっぱり優しいんですよ。本当のガチ勢ってのはありがとうございます。ウェイボーは、漢字で微妙の美に博士の博で美白と書きます。うん、ウェイボーね。美はマイクロという意味で、博はブログという意味から取っています。はぁ、なるほど。マイクロっていう意味と、まあ、ブログっていう意味で、まあ、そういう、ちっちゃいブログみたいな。ウェイボー使いとして、これぐらいの知識は知っておいた方がいいですよ。わあ、ありがとうございます。なるほどね。ウェイボーではなくウェイボー。で、ウェイボーは漢字で書くと、あの、微妙の美に、博士の博で、まあ、マイクロブログ。ちっちゃいブログみたいなことでウェイボーと。はあ、これはいいこと聞いた。ありがとうございます。すごいやん、今日、ウェイボー。
大丈夫かな。すごいな。知らんかった。でもありがとう。一個勉強になりましたね。へえ。ラジオネームラー油91円。日本版ツイッターで俺は木村拓哉ですかと聞いてほしいです。あのさ、待って。見間違いかな、俺の。日本版ツイッターで、俺は木村拓哉ですかと聞いてほしいです。アップな、俺ちょっとアップな。おう、ええよって。下手したら言うとこやで。その、日本版ツイッター出て。怖い子あかんよ、そんな。かんて。そういうの通じへんねんから。かんて。違うし。全然違うし。いやー、怖いなー。日本版ツイッター。いや、もし聞くとするなら、中国人の皆さんの、その、だからこそのおすすめの中国料理、中華料理、教えてくださいは、じゃあ聞いてみます？ねえ、これもしかして聞いてみてもいいかもしれないですね。他にも来てますね。ラジオネーム、ウェイボー。ちょっと待って。ウェイボーからメール来てるやん。びっくりした。ウェイボーは意思を持っている。ウェイボーは意思を持っているの。ウェイボーから来たわ。何ですか。人生で初めて買った CD は何ですか。質問をされた。ウェイボーで何質問しようかなって考えてたら、ウェイボーに質問された。そんなことあんねんや。ウェイボーさん。いや、俺ね、初めて買った CD 多分あれなんですよ。あの、世界の終わりの、あれなんですよ。虹色の戦争とか入ってる、あれなんですよ。高校生ぐらいに。はい。そうなんですよ。それは買ってなくて CD は。こう伝えて借りたりとかしてたけど、そうそうそう。だからそれなんですよ。ウェイボーさん。びっくりした。あ、そうですか。ウェイボーから、うわ、ちょ、自慢しようかな。ウェイボーからメール来たな。続いてラジオネーム、スカーレットジュン。須田さん、あんたもウェイボーって言うのかい？私もウェイボーって言うんだよ。7。あなたも7って言うの？私も7って言うんだよ。どういう、あなたもウェイボーっていうのか。いや、俺はウェイボーって言うけど、俺自体がウェイボーではないから、その中国版7。菅田将暉のオールナイトニッポン、そろそろお別れのお時間です。いやー、ちょっとびっくりしましたね。ウェイボーからメール来ましてね、人生で初めて買った CD なんですかって。ウェイボーに何質問しようと思ってたら、ウェイボーから質問されまして。でもあんまウェイボーあれね、ラジオのことまだあんま知らんね。ね。だってウェイボーで送ってきちゃってるから。ウェイボーはウェイボーで送っちゃあかんのよ。ウェイボーはラジオネームを知らんってことやから、別の名前でね、こう、やってから。多分、ラジオネームしかあんま多分ウェイボーはラジオのこと知らんねやろな。でも多分、聞いてくれたんやろな。多分きっと、ウェイボー、ラジオ聞いてるやんって。多分、中国版ラジコとかで。中国版ツイッターウェイボーは中国版ラジコでオールナイトニッポン聞いてるんですけど、嬉しいですね。ラジオネームニルソン。え？ウェイボーって7なん？嘘やろ？そんなんウェボマラススカイやん。そんなんウェボマラススカイやん。いや、ウェイボーは7ではないよ。ウェイボーは7じゃないのよ。さっきのやつが最後にややこしいのを落としてきたんやな。あなたもウェイボーなの？私もウェイボーよっていう。俺ウェイボーではないんやけどな。じゃあウェボーマラススカイじゃないよ。ではないんですよ。いや、びっくりしましたね。
ウェイボー。質問してきたな。ラジオネームあるある。前回の放送で、ウェイボでおすすめの中華料理を尋ねてほしいというメールをしたものです。お！今回はウェイボに送っていただきありがとうございました。さて、心優しい中国人の方から届いた返信の中で、須田さん的に気になった中華料理、ベストオブ中華はありましたでしょうか？そう、これ、先週ね、その、まあ、ウェイボー、中国版ツイッターウェイボーで、その、まあ、僕は聞いたわけですよね。その、まあ、いろいろあったんですけど、ここまで流れは。で、僕が気になったのは、火鍋。っていうのがありましたね。他何がありました？これね、難しいのが、解読ができへんのよ。なかなか、俺が読めた火鍋も、あれが火鍋かどうか分からへん。火と鍋があったから火鍋やって思って、あーって思ったんやけど、火鍋ってのは中華料理なのかな？っていうのもちょっとね、辛い感じで、ちょっとこう、韓国料理っぽいイメージもなんか、あるから、どうなんかなって分からんけどね、その辺は。なんか、火鍋って文字が見えました。うん。俺が読めたのはそれ。だけかな。そう。難しいねんな。やったな。ええ。いや、ありがとうございました。おかげで、こう、中国の皆さんとね、コミュニケーションが取れてるから。だから、そういうのもあるから、この間、さりげなく、向こうのその新年が明けたのが、この間あったから、その時にその、向こうの言葉で言う、ハッピーニューイヤー的なのも、俺、できたんですよ。ウェイボできたんですよ。ツイートっていうの？そう。遅れたから。だから普段からこういうのやってると、そういうのもね、できるからね。いいですよね。ありがとうございます。いや、僕が気になった中華料理は、ベストオブ中華なのかな？火鍋でしたね。ええ。これどうしていこうね、今後ね。どうしていこう？わからんけど、一回曲いっていいですか？わあ、優勝しました。ありがとうございます。本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。全ての人に感謝してます。はい、やっと優勝できました。菅田将暉のオールナイトニッポン、優勝できました。